はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊はスティーブ・ジョブズ驚異のプレゼンです。以前ヒトラーの大衆扇動術という本を紹介しました。それと同じぐらい素晴らしいのがこのスティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン。ヒトラーの演説もうまいけど、それに負けないくらいジョブズのプレゼンもうまい。ヒトラーとジョブズ共通点があるんですよ。それは本番前の練習量が凄まじいということ。ヒトラーもジョブズも演説やプレゼンにテンプの差があったわけではありません。とにかく、人の何十倍も練習しまくった。ジョブズはプレゼンの前になると毎日何時間も練習していたようです。またステージの照明担当と打ち合わせをし、照明が当たる最高のタイミングを探るために何十回も、練習しました。だからこそできるあの世界最高のプレゼン、もうプレゼンっていうかエンターテインメントに近いですよね。あのプレゼンはジョブズの練習の賜物だったわけです。まあ、とはいえ我々はプレゼンの練習に何十時間も費やせないですよね。大丈夫です。この本には我々が真似すべきジョブズのプレゼンテクニックも多く載っています。今回はその中から3つだけ紹介しますね。まず1つ目、3つの〇〇です。今早速使いましたね。プレゼンに入る前に、今日はあなたにこの製品のポイントを3つお話ししますというように3つの〇〇を先に伝えてしまうんです。最初にこれを伝えるだけで聞き手はプレゼンの全体像、ストーリー構成が分かり、私たちの話に集中しやすくなってくるんですね。2つ目は数字をドレスアップするです。 iPhone は発売から200日で400万台売れたそうです。200日で400万台だと、まあ、すごいのかすごくないのかいまいちよくわからない。だからジョブズはこう言うんです。1日に2万台も売れたんだと。これだとおーっとなりますよね。まあ、数字をストレートには伝えず、聞き手が驚くようにうまく加工して伝えるのが2つ目の技術ですね。3つ目はとにかくシンプルにすることです。プレゼンはいかに詰め込むかではありません。いかにそぎ落とすかです。スライドも極力シンプルにして、極力文字も減らし最低限にする。人間は考える足であるって有名なパスカルも友達に長い手紙を送った時にこう言っています。あなたに長い手紙を書いてしまったのは短い手紙を書く時間がなかったからですと。時間をかけて洗練されたプレゼン、洗練された文章ほど短くシンプルになります。そしてエッセンスが濃縮されたシンプルなプレゼンこそ聞き手の心を強く掴むんですね。まあ、こんな感じでこの本にはジョブズの最高のプレゼンテクニックが全部で18個載っています。最高のプレゼンを行いたいという方はぜひスティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。